をつけての試合となっています。ここは五十嵐からマカルが奪う。そしてワンマン速攻だ。落ち着いてボースハンドダンクを決めました。バルビン対ハレルソン、また押し込む、押し込んで、はい、押し込むとやっぱり強いですよね。今日最初のポイントもあそこら辺からのバンクシュートでした。ベンドラメ、スリーポイント、今日2本目。どうでしょうね、もう少し時間かけてもいいですかね。中に入って西野、うまさを見せる。さあそしてベトナムが奪う。西野からマカルー、また速攻。マカルー今日ファストブレイクで3回目のダンクを決めています。西野です。1対1も見せどころ。ハレルソンのスリー来ました。西野がここは合わない。キーナンから前に通る。五十嵐渡せました。バルビンです。ここもまたミスになる。群馬数的優位です。4対1。キーナンがしっかりと決めました。流れはもう完全に群馬という時間帯です。いい形で入った。キーナン決めました。1点差。まずシュートで終わりたいですね。そうですよね。はい。ターンオーバーが増えているこの後半です。ベンドラメ開きました。スリーのバッター。いやもうここは個人技で打開しましたね。第3クォーター少しターンオーバーからの失点が目立っている、はい、ここまでです。またマカで奪う。マカで奪って森ザネ海とイージーバスケット。ケビン・ジョーンズ対野本です。ミスマッチになってますよね。あっとなんとかつながる。高橋光陽まだ打てない。ここで打つ。来ない。ケビン・ジョーンズ。ここは一度かわす。チェンバース空いていた。中空いているマイケル・パーカー間に合いました。チェンバースのミドルジャンパー。渡辺が高い。渡辺高い。そして運べます。渡辺最後はマカルベンドラメ。さあまたダブルチームに行く。ボールがつながらない。チェンバースが取る。チェンバースがまた決めました。試合時間は2分を切る。なんと通す。なんと狭いところを。ここはケビン・ジョーンズからもう一度ジョーンズ。このシュートが決まりました。一時は16点差まで開きました。その後ワンポジションまで縮まりましたが、最後は渋谷が底力を見せました。